大倉日光ホテルマネジメント株式会社大倉日光ホテルマネジメントはホテルオークラグループのホテルチェーン運営会社元は日本航空が出資設立したが2010年平成22年8月よりホテルオークラグループに属しており2015年平成27年10月にはホテルオークラのチェーン運営部門も継承し株式会社 ジャルホテルズから現象号に変更した。3つのホテルブランドを展開している。オークラホテルズリゾーツは国内17カ所、海外9カ所の計26カ所。日光ホテルズインターナショナルは国内19カ所、海外17カ所の計36カ所。ホテルジャルシティ HJC は国内11カ所で、店舗数は3ブランドを合わせて。 計七十三カ所に上る二千十五年十月一日、現在。九百七十年、昭和四十五年に日本航空開発株式会社として設立され、最盛期の九百八十年代には、ニューヨーク、エセックスハウスやメキシコシティ、バンコクやビバリーヒルズ、アトランタなど世界各地にホテル網を築いたが、バブル景気の崩壊後の九百九十年代以降に、 その多くを手放し、アジア圏内や国内にホテル網を拡大していく方向に転換した。特にバブル期のホテル拡張は、高金利で資金を調達、エセックスハウス買収に伴う融資資金は、年12%と当時としてもリスクマネーに、位置するして買収する強引な経営戦略を取っていたことから、何らかのキックバックの道具として用いられたと見る向きも、ある。 欧米部門は1990年代初頭のジャルの経営不振の原因の一つでもあった。一方で、世界都市博覧会の開催を見込んで、1995年に白紙撤回予定通り1996年、平成8年に臨海副都心で開業したリゾートホテル形態のホテル日光東京、ゲンヒルトン東京お台場は、有利子夫妻などに悩まされ、2004年、 平成16年に民事再生法を申請。日本航空やベイエトスキャピタルの金融支援によって経営再建を図った。1996年、平成8年、日本航空開発株式会社から株式会社ジャルホテルズに称号を変更している。親会社である日本航空と関係会社が2010年、平成22年1月に 会社構成法を申請、事実上の倒産したが、JAL ホテルズは申請していない。JAL グループの中でも、業績好調な有料市会社であるとされ、2009年、平成21年9月に、鳩山幸男内閣において設置された、JAL 再生タスクフォースの計画で、日本航空が JAL ホテルズを売却させるとの憶測報道が10月中旬に流れたが、両者とも否定。 タスクフォースは同月末に解散した。2010年、平成22年5月28日、日本航空が航空事業に経営資源を集中するため、旅行業などの子会社約50社を売却、生産する方針により、JAL ホテルズをホテルオークラに売却する方向で、最終調に入ったホテルオークラに売却後、 日光のブランド名を残すかどうかは不明であるとの報道があったが、同日日本航空及び JAL ホテルズは当社の発表したものではない、ホテルオークラは現時点において決定された事項はないとのプレスリリースを出している。2010年、平成22年8月6日、日本航空は9月30日に日本航空インターナショナルが保有している。 ジャルホテルズの株式90.7%のうち79.6%をホテルオークラに売却すると発表した。2014年、平成26年、中華人民共和国にホテル日光公衆、ん、411室を、2015年、平成27年にはホテル日光蘇州、ん、475室を開業した。2015年、 平成27年10月1日、ホテル大倉から、チェーン、大倉ホテルズリゾーツ運営部門を継承すると、共に、株式会社オレンジマーケティングサービスジャパンを、九州合併し、株式会社、ジャルホテルズから、株式会社、大倉日光ホテルマネジメントに、称号を変更した。ジャルホテルズ時代の実社所有施設は、ホテル日光大阪。 銀座日光ホテル、日本航空創業時の本社跡地に開業の2カ所で、その他は運営住宅である。1990年代までに建設されたホテル建物は竹中工務店や佐藤工業による春工物件が多く、施設によっては所有や出資による資本関係がある。また、銀座日光ホテル、川崎日光ホテルはもともと JAL ホテルズとは別運営。 1962年設立の日本航空ホテル株式会社が運営だった。日本航空ホテルは1999年、平成11年にジャルホテルズに合併されている。なお、ジャルホテルズが出資によって経営に携わっていた川崎、アリビラ、ナリカ、シトセについては2005年、平成17年から段階的にゴールドマンサックス、 GS 完全子会社の特定目的会社へ、式持ち分が100%売却され、ホテルマネージメントジャパンが沈借し、アリビラを除いた各施設は、アビリタスホスピタリティ、旧ーアーコンホスピタリティによる運営支援に移管されていい。JAL グループの持つ、世界的な輸送力と情報ネットワークを背景に協調体制を敷き、世界の主要都市、観光地、リゾートにしてホテルから、 リゾートホテルまで幅広いニーズに対応した施設とサービを包含したホテルブランド。シンボルマークは俗にファウンテンマークと言われるもので、噴水から吹き出す水を片切ったものである。5つの雫は豪大陸を象徴している。2017年11月、日光ホテルズインターナショナルにおける新ブランドとして、ライフスタイルホテルブランド日光スタイルを創設。 現在約5件の案件が進行しており、2018年を目途に運営管理契約を自宅し始め、国内及び海外主要都市で展開予定。1992年、平成4年12月に誕生した宿泊特化型のホテルブランド、JAL 国内線集合地や県庁所在地を中心に展開しており、早期より従来のビジネスホテルとは一線を画し、 客室はシングルを主体に、通常のビジネスホテルより5から6メートル、広い17メートル以上、客室数は150から300室を基本とし、レストラン、複数の紹介日室、ビジネスセンターを備えている。シンボルマークは、ザーク・オブ・ザ・サン、太陽のアークをモチーフにしたロゴを使用していた。日光が北を鶴丸塗装に戻してからも、同デザインを使用していたが、 2013年9月以降から鶴丸塗装に準じたデザインに変更された。カキホテルは JAL ホテルズブランドとの契約を終了したホテル。一部のホテルでは引き続き運営面などサポートを継続している。ファウンテンズクラブは国内ホテル日光の会員制度である。ホテル JAL シティには JAL シティカードというポイントカード形式の別の会員制度が存在していた。 2010年、平成22年5月に、新しい会員制度であるマイジャルホーテルズが導入され、既存の会員制度は2011年、平成23年3月に終了しているが、ホテル独自に延長されている場合もある。既存の会員制度に加盟しているユーザーも改めて、マイジャルホーテルズに登録する必要がある。ジャルホテルズ直営の会社が運営する、ホテル日光大阪。 銀座日光ホテルを除いて、各ホテルは運営委託や技術園で運営されているため、各ホテルごとに会員組織が存在し、特典はホテルにより若干異なるが、全ホテル共通特典として、JAL ホテルズ内の指定飲食店における定率割引制度や宿泊料金の定率割引制度あり、割引率はシーズンに関係なく一律である。なお、共通特典に、 品会利用特典、アワードプログラムは設定されていない。一部の会員特典は JAL グローバルクラブや JAL カード、JAL の FFP、フリークエントフライヤーズプログラムと共通している。MyJAL ホテルズは2010年、平成22年5月に導入された全世界のホテル日光グループに適用される会員制度である。従来のファウンテンズクラブ、 ジャルシティカードの会員も改めて登録を行う必要がある。年間の宿泊数に応じて、スタンダード、シルバー、ゴールドのランクに分けられ、それぞれに宿泊特典やレストラン割引などの特典がある。加えて、各ホテルごとにオリジナルの特典がある場合がある。ワンアルモニは2013年4月1日から開始された。 株式会社ホテルオークラが運営するオークラホテルズリゾーツの会員プログラムオークラクラブインターナショナルと株式会社ジャルホテルズが運営する日光ホテルズインターナショナルホテルジャルシティの会員プログラムマイジャルホテルズを統合した新しい会員プログラムである宿泊利用千円につき二十ポイントレストラン利用千円につき十ポイントが積算され溜まったポイントは 宿泊優待、客室のアップグレード、朝食やホテル利用券、各種グルメやホテルオリジナルグッズの交換などで利用可能。海外、ホテルとでは現地通貨の利用額に応じてポイントが積算される。また、クイックチェックイン、新聞サービスなどのホテル共通の特典やサービスに、加え、ホテルごとに宿泊時のスパ、ジム、プールの優待、レストランでの割引特典などもある。 JAL マイレージバンク会員は JMB ホテルマイル積算対象宿泊プラン J スマートを利用すると JAL マイレージも積算される。その他利用実績に応じて上位会員としてロイヤルメンバー、エクスクルーシーブメンバーが設定され、それぞれポイントプログラムで通常のポイントに加えて25%、50%のボーナスポイントを加算するなどの特典もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。